できるかな。14分だ。あ、もう返事ないじゃないことしまくりだ。皆さん飲みました？新作出んの早すぎません？もう新作プキンのやつ、私チョコのやつ飲んでないんだけど、まだチョコのやつを飲むの、ごめんなさい携帯落としちゃいました。チョコのやつ飲むのすごい楽しみにしてるんだけど、まだあるかな。でもメグに聞いたらチョコネはそんなに甘くなくて美味しかったよって言われて、甘さ控えめでそんな全然甘って感じではないよって言ってて、私甘って感じが好きなの。甘っていうやつが好きだから、あんま甘くないのかって、逆にね。あんま甘がゆ、まだありますかね。でも飲むとしたら結構早めに飲まないとですよね。
AKB 部の私的に1日目のセットリストがすごい好き。特に中村ゆかり姉さんのバースデーイベントになんと出演させていただきます。マチャリンと2人でノートラの絆です。ゆかり姉さんのね、11月4日12時から出演させていただくので、皆様ぜひぜひお待ちしております。楽しみ。いろんなことすると思う。配信で見させていただきますね。え、配信あるの？え、生配信あるんだ。初めて知った。配信無料？配信チケットとか必要なのかな？なんか配信チケット購入はなくない？別に。配信、生配信について。生配信はアーカイブもございますので、ご来場の方も後から楽しんでいただけます。だって配信はまた別途であるんだね。初めて知った。楽しみ。誰かのバースデーイベントに出るのって、ゲストとして出るって初めてなので、嬉しい。ゆかり姉さんがね、そう言ってくれて、これチケットはもう買えるのかな。なんかチケット買えるようになってからさ、私も言いたいなと思ってさ、X でまだ言ってなかったんだけど、今日の22時から？すごい、なんていうベストタイミングで私は話していたんだ。
リ君どうぞ。リオン水。めっちゃ可愛かった今。もういいの？ペロペロしてないで。ペットペロペロしてないで。なんか踏んでる。ペットペロペロして。かわいい。リオンと添い寝なうに使っていいよ。価格。うん、親バカとかは関係なしにリオンは可愛いね。凛々しいですね、お兄さん。なんかイケメンですね。凛々しいですね、なんかリオンくん。あー朝早いの辛いね。リオンどうする？あなたの犬は英語のコマンドを理解できますか？私も理解できてない私も理解できてないです。コマンドってなんだ？あー海外行きたいな。ディズニーも行きたいし海外も行きたい。すごい舐める。これイヤホンで聞いてる人めっちゃ気持ち悪そう。耳リオンのこの舐めてる音でうわーって感じになりそう。音が永遠舐めのやめないんだもん。必死に私の手をずっと舐めてる。
うわ、逆側の手に行った。今度はやだ、片っぽにしてほしい。もうね、何でも舐めるんでスリオンって。洋服も舐めるし、どこでも舐めるの。だからジーパンとか履いてると、あの色変わっちゃうんだ。リオン、え、呼んだ？呼んだよ。お姉ちゃんが呼んだ。リオン。舐めてんの？なんで舐めてんの？ごてんされた。ああ。リオン、ここ来て。私、髪明るくするとさ、イケメンになるんだよね。アミに言われた。なんか髪明るいとイケメンだねって思った。男の子みたい。ベッドの上に何か食べ物をこぼしたんですかとか、さっきも手はあれみたいな。味がするから舐めてるというよりも、犬のペロペロは愛情表現ですよ。ね。ねに。ただいま。リオン。ただいま。ただいま。うわ、よだれつけ。よだれすごい。よくよだれすごい。なに？なんか。よだれすごいって言ったから拗ねちゃった一瞬。怒っちゃった。そんなこと言わないでよって。だってよだれすごかったんだもん。ペロペロすごいするから。そんなことないもん。なんでよ、意地悪言うの。
この手。手が可愛すぎません？この前に出てる手って。あー、布団が恋しくなる季節になってきちゃったね。本当にこの季節ってさ、お布団から出たくなくなるんだよな。私大好きなの、寒い時にくるまる毛布のぬくさが。もう大好き。本当にもう本当に出たくない。朝でも夏に冷房キンキンにしてひんやりしたベッドに横たわるのも好き。私一人暮らしとか今のお家じゃなくなったらベッドは絶対いいやつ買おう。もうふっかふかのやつ。ふっかふかでヨギボーみたいなやつ買いたい。でも私ヨギボー寝転がったことちゃんとあんまないんですよね。ふかふかが好き。ふか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 ふわふわふかふか。ペロペロタイムが始まりました。ああ、明日の練習しないといけないのに眠い。今すぐ寝てしまいたい。配信をやめたら即寝落ちする自信あります。寝落ちする自信しかない。まあ明日のコンサートの立ち位置が思い出せなくて、どうしても。で、私立ち位置何番だっけ、番号なんだっけって今思ったら、そもそもそんな楽曲存在してなかった。立ち位置もないし、そんな曲そもそも AKB になかったです。寒いから湯船入りたいけど本当に動きたくない。これどうするリオン。本当にお姉ちゃん動きたくないんだけど今。でも寒い。寒いから毛布かぶろうかな。でも毛布かぶったらもう終わるの分かってる。でも寒いからかぶろう。リオン
ゴロゴロしよう。え、寒い。はい、もう終わります。寝落ちする覚悟ができました。リオン、来て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 、ね、ベッドの中来て。やだ、それベッドの上じゃん。ね、ベッドの中来て、リオン、お願い。なんかだって言ってんでしょ、なんかだって言ってんでしょ。なんかベッドの中に来て。なんでこんな可愛いの、本当にこんなに可愛いのっている？マジアザラシみたいに可愛いじゃん。ちょっと臭い、ちょっと臭いって言ったから攻撃された。でも全然犬臭くはない。待って、なんか私にもたれかかってくんない？なんで私から行かないといけないの？そう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 本当に人間の言葉理解してて可愛い。もっと私にもたれかかってるよ。そう、腕枕もっとなんか全身全霊できてほしい。え、逆逆だよ、ちょっとねえ。待って、天使がいるんだけど、マジで。ねえ、ニコ、私の顔に手を置かないでよ。ねえ、顔は舐めないで、ニキビできる。顔舐められたらニキビできる、分かってんの？分かってんのか？姉ちゃんの顔を舐めたらニキビできるほど敏感肌だって。ここ来て、ここ、あ、行こ、ゲッチョ、うん、うん、なんで逆向き、お姉ちゃんと正面で向き合うの？めっちゃ向き合うじゃん、今日。今日向き合いだね。向き合って寝るの好きだね、今日。私がイケメンだから、私がイケメンだからでしょ。
その手ペロペロはいいよ。それはちゃんまんなんか今別に求めてない。手ペロペロはそんな求めてない。手ペロペロ好きなのリオンだけだから。私は別に手ペロペロそんな好きじゃない。ねえリオン来てお願い。そこじゃない、ここここ来て、ここ。なんで向き合うの今日。そんな向き合うたがる、向き合って寝たがる。この天使お湯入れなきゃ。湯船入りたい、寒いから。リオン湯船入れてきて。ねリオンベッドの中入って。お願い、ここ来て、ここ。リオン、ここ来て。ここ、お願い。リオン、お願い、ここ来て。挨拶かされた。ねえ、お願い。ベッドの中でリオンを抱きしめたいの。抱きしめさせて、力いっぱいギューってさせて、お願い。ベッドの上から、お布団の上からだとなんか違うんだよな。わかります？ベッドの中がいいの。だからベッドの上からだとなんか横から測られてるだけなんだ。リオン、中来て、お願い、お願い、あ、お願い、お願い、お願い、あー来て、あ、ごめん、来てくれた、来てくれた、下が爆発する、うん、大丈夫だよ、うん。
顎舐めたな。顎は舐めちゃダメ。一緒に中入ろ。あ、なんで出んの。うわ、ペルペルタイム始まった。最悪。すんごい。ゼロゼロタイム。なんかお布団に入ってくれたのちょっとだった。すぐペロペロタイム入っちゃった。ねえ、リオンがベロでショールーム閉じてた。リオンがベロでショールーム閉じました。あー、お風呂沸かすのめんどくさ。どんだけ好きなの私のこと。今のくるくるリオンがあのベロでこうショールームをこうやって弾きました。ホーム画面にした。お、ここ最高ね。リオンこっち来て。リオン、リオン、リオン、こっち来て、こっち来て、ゆうか、おいで。ここ来て、ここ、ここ来て。またベロでショールームあれされるとこだった。そこは違うんだろうな。いやもうさ、私がさ携帯持ってる手を舐めるからさ、その手からさそのまま画面に行っちゃうんですよね、ベロが。ちょっと舐めすぎ。ちょい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 触ってる触ってる。どうぞ。 VR カメラ。犬に舐められてるなうに使っていいよってやつ。ハッシュタグ犬に舐められてるなう。もうちょっとだって携帯の上に座っちゃってるもん。リオン、なんだく、私の足の裏の上に乗ってるリオンが太ももで寝始めた。リー君が
湯船入りたいんですけど、湯船を沸かしに行くめんどくささと、湯船を待っている間に寝落ちする自信と、湯船に浸かってる間に寝落ちする自信しかない。ああ、もう本当に魔法使いだったらよかったのに、私が。もうなんでマグルなんだよ。私が魔法使いだったら、戦場魔法ちょっと使えたのに、お風呂入らなくても、綺麗にする魔法知ってる？すごい自信？スネープ先生絶対戦場魔法で済ましてると思うわ。お風呂に入らないで。キフット。ウィンガーディアレブオッサー。あなたのウィンガーディアレビオッサー。魔法使いになりたい。でもホグワーツに入学したら瞬足で死ぬ自信ある。どうなんだろうね。魔法使いだとやっぱ、あれなのかな。気持ちも、なんか大きくなるのかな。平気になるんですかね。授業中の爆発とか。ディズニーの実写映画って何だったっけ？アリエルか。リオン、一人で布団の中入んないで。こいつ。お姉ちゃんと一緒にお布団の中入ろうって言ったのに、一人で布団の中入ってぬくぬくしてる。まあ、お風呂入んなきゃ。てか、リアルにガチ寒い。てか私普通に練習しないといけないんだった、明日の。よし。
起きれなかった終わり。早いのに。私アイドルなのにこっちないの分かってるんですけど、この期間って一番好きじゃないんです。私ダンス別に好きじゃなくて、楽しくなくて、なんで楽しいってファンの方が見てくれてるから楽しいんです。コートとか劇場公演とか本番すごい楽しいの。ファンのみんなが見てくれてて、そんなみんなの前で踊るのがすごい楽しいんですけど、だからリハーサルスタッフさんたちの前でレッスン場ですっごい可愛くない見た目で踊ってても何でも楽しくない。振り入れっていう行為が一番嫌いなんです。だからもう本当にファンのみんながいないと楽しくない。リハーサル期間大嫌い。合間にメンバーと話したりするのは楽しそうですけどねって。リハーサルじゃなくてもメンバーと話せるんだもん。でも、楽しい楽しいコンサートとか劇場公演を迎えるには楽しくない。リハーサルやレッスンを、レッスンとリハーサルの日々を過ごしていかないと。っていうか、まあ楽しくないのも自分が納得いかないクオリティだから楽しくないんですけどね。今自分がまだ自分が納得いかないクオリティしかできてないから楽しくないんです。で、当日は納得いくクオリティになるように練習しての結果だから楽しいんです。分かった。それもある。常に基準が高そう、自分に対しての。どうだろう、でもポジティブですよ。今日はめっちゃみんなに、なんか小見さんリハーサル全くいなかったのに、全く参加できなかったのに、投資リハできててすごいですねってめっちゃみんなが言ってくれて、やってみたって思って、なんかやってみた。だからなんかね、なんとある曲でなんかまだ先生に1列目がこの動きで2列目がこの動きとかを決められてない状態での通しリハで、でみんなえみたいな、そのあち間違えてる間違えてない以前に決まってなくて、え何したらいいんだろうみたいな。
でそんな中でコミはなんで踊ってたの普通にって言われて、その決められてないのにって、右からか左からか上からか下からかとか、そのまだ決まってないのになんでやってたの普通にってなって、で自分の好きな方で踊ってた私はこっちが好きと思って右からやってたえ初めてコンサートリハで好きな方で踊ってる人ポジティブにも程があるだろうって言ってた。そう決められてないから何しても正解じゃないし、何しても不正解でもないなと思って好きな方で踊ってた私はこっちが好きなんだと思って、うわしゃっぱー、さきぽんがダンスの先生になんかリハーサルが全然できなかった時に、こみはるちゃんはリハーサルがどんなにできなくてダメダメでも本番は絶対できるから、あのこみちゃんはリハができなくてもいいの、間違えてもみたいな、でもさきちゃんはダメって言われたらしくてめっちゃおもろかった。コミさんは本番絶対仕上げてくるからリハどんなにダメダメでもいいけど、サキはダメって怒られましたとか言ってなんでそのサキポンと先生の会話に私が出てきた それリハーサルはその何すればいいか分かんないから自分の好きな方で踊ってみたってやるけど、本番はちゃんとやりますよ、その上司も合ってる方向でね。あの本番までには、はい、あの やりますよもちろん。だからその本番までにやりますよもちろんの、あのそう自分の納得できる状態じゃないパフォーマンスをしてるのがとっても楽しくなくて、なんかねちょっとでも不安があるの好きじゃなくて、絶対こうみたいな、あのもう私振り付け完璧ですみたいな気持ちじゃないと嫌なの。分かってないと嫌なの、頭で分かってないと嫌なの。でも全然できないです、やばい。だって3日間のコンサートで私3曲しかレッスン参加してないんだもん。きっと6、何曲出んだろう。40曲は出るよ絶対。もっと出るか、3日間だったら。まあ、カップリングじゃない、リクエストアワーだから40曲とかかな。全体曲とかもいっぱいあるからね。そのうちの3曲しかリハ出てないし、1曲フリーだったんだけど、もう泣いていい？マジでさ。舞台2回公演終わって、舞台2回やって、で、レッスン
新規構成新規ぶりなので参加してくださいってなって、あ、まあそれはもちろん参加できる時間帯は行きますよって思って行ったの。冷や汗かきながら、やばい、なんか冷や汗かいてるとか思いながら行ったら全フリーで、マジで笑った、心の中で。フリーかい、フリーかい、映像撮りますって言って自分の歌わり手あげるだけ、あとはもう本当にフリーなら違う曲フリーでしたかったせっかく舞台終わりにレッスン場まで来たから時間かけてちゃんとダンスしたかった。だから3曲、40曲ぐらいのうち3曲リハしたって言ったけど1曲フリーだからもはや2曲もう面白いんだからっていうのはそもそも元々の振りがないですよっていう新規構成だった。リオンのさ、リオンに顔めっちゃうずめてたから、リオンの毛で顔がかゆい。でもなんかさ、何なんだろう、最近ずっとそうなんだ。なんか自分の個人のお仕事とコンサートが本当に鈍化ぶりしてて、毎回なんか本当にここ最近ずっとかぶってて、通しリハからの参加とかばっかり。出れるだけサッキーさんよりはいいようになって、出れるようにスケジュール調整してんですよ。出れないスケジュールだったにもかかわらず とか、まあ、舞台の本番とコンサートが被ってたらコンサートを優先してたかな。まあでもなんかすごい、まあ考えますよね。こういう時にみんな両立が無理かもしれないと思って卒業を考えるんだなって。めっちゃマネージャーさんたちがさ、
ちょっと本当にやばいかもしれないですみたいな、昨日今日明日との投資本気で、それ結構やばいですみたいな、その自分で振り起こしできる曲はもちろん頑張るけど、その映像って先生が踊ってる映像じゃなくて、リハーサルをみんながしてる映像を引きで撮ってるんですよ。え、何してるのみたいな、この50人とかがさ、一人の振り付け動画を見てるとかじゃなくて、あの踊ってみたみたいな、50人がザーってレッスン場に並んでるやつを、あの広角レンズ全員が映るように広角レンズで撮ってて、これ誰みたいな、だからなんか、え、待って、何してるの、これカウントずれなの、それともただみんな覚えたばっかりだからカウント間違えちゃったのみたいな、どうしようどうしようっていう、え、どうしようどうしよう、本当に何が正解かわからないぞこの映像だと、みたいな、で、なんか最終的には仕上げるんでしょって、当たり前でしょプロだもん。でもなんかそのさ、え、結構本当にやばいですみたいな、でそれはその自分の責任感と見に来てくれてるファンの方に対しての誠意と武道館とかそういう AKB のコンサートっていう光栄なことに対しての頑張りでもちろんなんだけど、なんかコミさんなら大丈夫ですよみたいな、すごいマネージャーさんに言われるの、え、結構本当にやばいですみたいな言うと、あの振り起こしで自分で家で覚えるとかは全然頑張れるんですけど、てか もちろん頑張るんですけど、あの広角レンズで50人がやってることが何してるか、あの本当にわからないですみたいな、だからみんなも振り起こししたばっかりだから、振り起こしたか振り入れしたばっかりだから間違っちゃってるのとかももちろんあるじゃん。でもそれが間違いなのかそれが正解なのかもわかんなくて、え、この子とこの子全然違うことやってるけどどっちが正解なんだろうみたいな、そうだからもうもう絶対的に先生が一人で踊ってる映像を撮ってもらった方が早い。し、その自分のところ空白だから、自分が何の振り付けをやるのが正解なのか分かんないけど、隣の人のポジションがこれやってるからきっとこれなんだろうっていうあの勘でやってます。その16人ポジションとかでさ、先輩が16人やってる参考映像とかがあったら絶対これが正解だからこれ通りっていうのあるんだけど、あの私とかさ、その参加してない人がいないからさ、え、私ってこれ何する人が正解なんだろうみたいな、で全体図見て推理、アトレイユです、なるほど、左右の人がこれをやってるから
これはシメブリかということは私は右からかとかなるほど、前の人が下からやってるから私は上からかみたいなマジで推理推理しながらやってます。でもね、これはね本当に辛いことなんですけど、一度それで練習して覚えると修正がなかなか難しいんですね。もうそれで覚えちゃってるから。だからなんか自分が推理したのがハズレだった場合の修正がとっても大変もうこれで覚えちゃった、体がこれで覚えちゃったみたいな。頭では間違えてるってわかるんだけど、もう体が動いちゃう。それでっていう、結構本当にやばいなってなってる状態で、コミさんは大丈夫ですよって言われると、いや、私やばいって言って大丈夫って、あの別に言ってほしくてやばいって言ってるんじゃないタイプの人なんですよ。自分で大丈夫って言える方なのね。ポジティブちゃんだしから、あのかまってちゃんじゃないので、太ったって言って、そんなことないよ待ちじゃない、あの本当に太った時しか言わないです。できないも、え大丈夫できるよは自分で言えるので、あ本当にできないマジで本当にわからないだからね、そうなんかそのさ、大丈夫だよって言ってほしくて言う場合もあるじゃん。もちろんそういうタイプの人もいるじゃん、にさせてみたいな。だから大丈夫だよは、自分で言えないやつはマジでやばいんだなと思ってる自分でもなんかリハやってないけど、でもでなんか、え、コミ大丈夫みたいなめっちゃ聞かれるのみんなに。え、全然参加できてないけど大丈夫今日みたいな。で、うん大丈夫で、そう全然大丈夫じゃ、まだなんかそのステージに上がれるあれじゃないから全然大丈夫って言っちゃいけないあれなんだけど、でもあの、まあ、できるっちゃできると思って大丈夫ってなるんだけど、本当にできないやつは言えないで、その自分で大丈夫って言えないやつが、あ、ガチでやばいんだなってなる。今ガチでやばいやつがもう通しリハ終わったのに、5曲ぐらいあります。その他は大丈夫、なんとかなる。自分の力だけではどうにでもできない5曲がどうしようかなっていう。でも今日先生に後ろから踊ってる動画を後ろから撮らせてもらったので、それでなんとかやってきます。まあでも通しが早すぎただけで、まだ本番まで時間あるのでね。大丈夫と信じて
頑張ります。いけるな。ポジティブ。明日は行けます。1日目は自分が頑張れば行ける。2日目も行けます。大丈夫、できる、私なら。3日目は本当にやばいです。なんかちょっと本当にやばい。3日目はちょっとポジティブな私でも大丈夫って言えないぐらいちょっとやばいです。振り向き見ながら泣きそうになる毎回。って曲数は3日とも同じくらい？全然？2日目はカップリングじゃないや、間違えた。リクエストアワーなので、曲数で見ちゃうとやっぱ2日目が一番少ないかもしれないけど、でも私は2日目好きです。うん、1日目と3日目は同じぐらいかも。セットリストが全然違うけどね。リオンずっとあれしてたから鼻がかゆい。私的1日目が一番お気に入り。1日目が一番私を見つけやすい気がします。3日目は何か発表あるのかな。わかんない、どうなんだろうね。本当にメンバーも知らないの。よくさ発表されるじゃないですか、公演というかコンサート中に発表されるけど、本当に知らないんですメンバー。だから今回もなんかね、あるのかね、ないのか。
ああ、新公演の演目とか発表ありそうだって。それはまあ確かに。新公演の初日発表とかしてほしい願望。知りたい普通に。新公演についての情報は私たちも知りたいから、その発表だったら嬉しいです。待ってます、新公演についての情報。新公演って何なんだろうね。でも分かんない、全く分かんないけど、でもアミとかって新公演出ないんでしょ。何月から新公演なんだろう。もう、もぎさんもせい、あ、せいちゃんじゃない、間違えちゃった。ごめんなさい。せいちゃんも全く関係ない。もぎさんも、ももちゃんも、あみもいなくなっちゃって。チーム制じゃなくなるとどうなるんだろうね、のせいが、せいちゃんって言っちゃったよ。なんかなぁ。なんかすごい、今日武道館コンサートのリハーサルしながら、全然思ってなかったけど今ふと思った。今日もぎさんとさ、あみとめっちゃ喋ったので、ももちゃんのことはめっちゃ見てたのだから、それその方たちがいないんだ、やば。ナーミンもじゃん、めっちゃナーミンと普通に喋ってた。チャケもだ、やば、待って、ハータンもじゃん。やばいわ。私の周りごっそりいなくなるんだけど、じゃあ今日喋ってた感じのリハーサル中一緒に踊ってた周りのお隣さんたちがみんな一気にいなくなる。怖っ。まあさ、卒業っていうのは全然マイナスなことじゃなくてプラスなことだから、そんなマイナスな風に考えてはいけないんだけど、ただそのさ、やっぱ区切りがいいじゃないですか、チームなくなるって。高校受験みたいな、大学受験、高校受験みたいな感じで区切りがいいから、タイミングがみんな重なっちゃっただけなんだけど、その重なってだからなんか一気にみんないなくなるみたいな気持ちになるよね。そんなことないんだけど。でもだから今回のコンサートが最後なんだ、アミとかもぎさんとかももちゃんとかと一緒に出る、ナーミンもハータンもチャケも。やば、しんど、お風呂入ろう。キーちゃんもじゃん。
ちゃんもだ。え、なんかやばい。なんか。まなみちゃんが AKB が20人くらいになるスピードって言ってたね。だってあ、それはないさすがに。 AKB が20人になるスピードはあのないです。もう17期しかいないやん。そしたら18期か。よし、じゃあちょっとお礼をさせてください。めちゃくちゃお待たせしてしまった。じゃーん、ブーくん、赤ずきんちゃんタワーありがとう。ゆっくり休んでね。こみちゃんこそねって感じですよね。ありがとう。ありがとう。ね、ありがとう。明日頑張んなきゃ。ちょっともう、あー寝まーすみたいな気持ちだけど、今明日の振り起こしをしないと。では13位マックスエイトさん、12位福縁さん、11位バサシ、10位クリスロナウド、9位プロちゃん、8位クロ、7位リンリンさん、6位サローさん、5位パーチンヘアのユウくん、4位大輝くん、3位カズダカさん、2位シーカーさん、1位ブーくんです。ありがとう。ちょっとお風呂に入ってきます。急いで。では皆さんありがとうございました。ちょっとまあでもリハーサルもやんなきゃ。振り起こしをしてきます。ありがとう。